よいしょ。ということでございます。ということで、本日の食材がこちら。牡蠣っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、どうもし本日の食材がこちら。マガキ。っていうことでね、このマガキはただのマガキじゃありません。これブランドガキなんですけど、そのブランド名が雪解けガキって言うんですよ。名前からしてめちゃくちゃ美味しそうですよね。で、実はカキって真冬より春先の方が身が詰まってて美味しいと言われてるんですよ。で、これ岩手県のブランドのカキなんですけど、カキの大好物は植物プランクトンです。で、雪解けのシーズンになると雪が溶けて川の水量が上がって、より多くの植物プランクトンが海に放出されるんですよ。で、その放出されたものをバク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 食べるんで、この今の春先の時期の牡蠣っていうのは身がパンパンに育って美味しいと言われてます。で、この雪解け牡蠣、本当に春先の1ヶ月しか入荷がないんですよ。僕もギリギリ滑り込みで買いました。あと 2,3 日遅かったら買えなかった。僕もね、初めて食べます。とってもね、楽しみです。というわけで、今日はこちらの雪解け牡蠣を使って2品作っていきたいと思います。1品目、やっぱり生牡蠣、もうこれはもう絶対でしょう。で、2品目、たまたま冷蔵庫にいい感じのウニがありましたんで、ウニと牡蠣を使ってペペロンチーノを作っていきたいと思います。じゃあまずは剥いていきましょう。いい形、パッと見ね、岩牡蠣みたいに大きいんですけど真牡蠣です。で、牡蠣を選ぶときは持ってずっしり重くて口が開いてないもので、ぶつけてこういう音がする牡蠣、これ最高ですね。身が詰まってます。中が空洞だとポカンポカンって音が鳴りますんでね、まあ、持ってずっしり重いもの、これ間違いないですね。ここにおまけがついてますね、まあ、ムール貝の子供ですね。これはね、クロダイが大好物。ちょっと潰して針につけて堤防に落とすとクロダイが釣れるんですよ。まあ、釣ったことねえけど。そしたらこれある程度洗浄されてて綺麗なんですけど、まだやっぱり汚れついてますんで綺麗に洗っていきます。で、毎回説明するんですけど、洗浄するときに特に念入りに洗浄してほしいのは、ここの貝のこの蓋のね、境目ですね、ここと、あと生食で食べる場合はこうやって食べるじゃないですか。なんでここ口当たりやすいんで、ここはめちゃめちゃ綺麗に洗ってください。まあ、生食で食べるときはあんまり殻に口をつけない方がいいんですけどね。隙間をゴシゴシ洗って、で、ここですね、ここをしっかり念入りに、で、真水を使って洗うと死ぬ菌もありますんで、なのでしっかり真水で洗うこと、これ大事ですね。さあ、では殻を剥いていきましょう。で、牡蠣の殻の開け方は、こっから開ける人もおれば、こっから開ける人もおれば、お尻の方から剥く人もいます。で、難易度的に一番簡単なのはここから開けるやり方。この境目からグリグリグリとナイフを入れて、で、ここの貝柱を断ち切る、カットね。で、断ち切ったら上に上げて、外頭膜全部下に下ろして、で、パカッと開くと。あ、ちょっと失敗しちゃった。こんな感じ。ちょっと失敗しちゃいましたね。もう一回いきますよ。ここから入れて、で、グリグリグリと、テコの原理で奥まで進んでいきます。で、ここら辺に貝柱があるんで、貝柱を断ち切ると。で、貝柱断ち切ったら開いて、このね、外頭膜、ひらひらを下に下ろして、で、ピロッと。はい、これうまくいきましたね。パンパンに詰まってますね、身。こりゃいい牡蠣だわ。岩手県の綺麗な森から流れてきた植物プランクトンをたくさん食べて育った牡蠣、これ宝石です。牡蠣を開けた瞬間にパーッとこうね、牡蠣のこの濃厚で芳醇な香りがね、鼻を突き抜けますね。いいね。で、身もブリブリで大きいんですけど、この貝柱見てください。貝柱がめちゃめちゃ太いんですよ。これ大きそう。うわ、これでっか。これ大当たりでしたね。こんなですよ。でかすぎるでしょ。ちょっと味見しましょうか。ポン酢を垂らしていただきます。うまー、めちゃくちゃ好き。これもっとね、すっクリーミーなのかなと思ったんですよ。あっさりしてる、くどくない、全然くどくない。で、この白いところもしっかり歯ごたえがあるんですよ。うまっ。よし、そしたらペペロンチーノを作っていきましょうか。で、この汁ごとこうやってお椀の中に入れていきます。よし、そしたらパスタ作っていきましょう。パスタあんま作んないのは、まあ、そもそも和食が好きっていうのはあるんですけど、この一口コンロなんで結構難しいんですよ、パスタ作るのが。なんで今日はここにカセットコンロを置いてちゃんと作りたいと思います。とりあえずここでパスタ茹でる用のお湯を温めておいて食材を切っていきます。まずニンニク、
ちょっとね、紫ですよね。これね、新ニンニクです。今時期的に生のニンニクが出回りますんで、今日は生のフレッシュなニンニクを使っていきたいと思います。これ油で揚げたりするだけでもね、めちゃくちゃうまいですからね。ほら、もう乾燥じゃないんでね、めちゃめちゃみずみずしいのわかりますかね。結構小ぶりなので、今日は2つ使っていきましょうか。そしたらニンニク潰して、軽くみじん切り。新ニンニクなんでとっても柔らかいですね。結構粗めのみじん切り、これで OK でしょう。でこちらもペペロンチーノには欠かせない鷹の爪、唐辛子ですね。中の種を抜いて、で刻んでいきます。で仕上げにのせる刻みネギ、今日は小口ネギ、小さめのネギですね。これも刻んでいきます。お次は牡蠣いきましょうか。でこの立派な牡蠣縮まないと思いますんで、大きいです。なので半分に切っちゃいますね。ここら辺も半分にバスッと、このぐらいのサイズは良しとして、これもねちょっと大きいので切っちゃいましょう。もうゴロゴロです。で一度ペーパーの上に乗っけて、ここに薄力粉をかけていきます。軽く軽くかけていきます。こうやって薄力粉をかけることによって表面をカリッと仕上げていきます。こんな感じで仕込みの完了で、このタイミングでお湯が沸きましたので軽くお塩を入れて、でパスタを茹でていきます。まあ、だいたい茹で時間は5分ぐらい茹でていきましょうか。でその間にカセットコンロセットして、でフライパン、そしたらフライパンにオリーブオイルをたっぷりと、冷たい状態のフライパンにオリーブオイルをひいていきます。でそこにニンニク、鷹の爪もいきましょう。でそしたら弱火でじっくりと鷹の爪とニンニクの香りを出していきます。あんまり火入れすぎちゃうと焦げ焦げで焦げ臭くなっちゃいますんでね。はい、このようにジュクジュクとしてきましたら、そこに牡蠣を入れていきます。しっかり絡めるように。そしたらある程度火が通ったら一度牡蠣を出します。はい、そしたらそこにパスタを入れます。茹で汁を入れます。2杯。でまだちょっとパスタに芯が残ってますんで、ここでちょうどよくパスタを仕上げていきます。でここで牡蠣を戻します。スープがこのように少なくなって白く白濁してきたら、火を止めて仕上げにウニですね。ウニをドッドと乗せていきます。よし、そしたらウニも絡めて、こちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。生牡蠣忘れたうわー、生牡蠣どうしよう。今から割って盛り付けてもパスタ伸びちゃうんで、まあ、今日はねパスタだけになりました。味見で食べた時うまかったなー。はい、こちら牡蠣とウニのペペロンチーノ、見た目はちょっとあれですけど美味しいと思うんだよな。一応それっぽく作ってみましたけど、パスタとこの大ぶりの牡蠣ブスッと、いただきます。うん、うまいよ。ちょ、待ってくれ、これめちゃくちゃうまくできたわ。ウニはね、火を止めて後入れで乗せたの正解ですね。経験上ウニは火入れすぎると香りが飛んじゃって何のこっちゃわからなくなりますんでね、ウニは余熱で火を通すぐらいがちょうどいいですね。うまい。ちょっと鷹の爪が多かったかもしれません。お子さんはね、鷹の爪半分ぐらいでもいいかも。あんだけ入れると結構ピリリときます。このぐらいの一口サイズに巻き取って、間にしっかり牡蠣とウニも巻き込んで、これを、うまい。はい、ということで今日はこちらの牡蠣とウニのペペロンチーノときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。
せーの、銀色のやつ。こいつでいきますよ。てかもうこいつしかないでしょ。ジンジャーエールっていう手もありだったな。まあ、今日はね、アルコール解禁日なんで、僕の大好物銀色のやつ、しっかり七対三も決めていく。いただきます。いつもより多かったね。ちょっと飲みすぎちゃったかな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は1ヶ月限定しか出荷されない幻の柿、雪解け柿を食べてみましたけども、めちゃくちゃ僕好みの柿でした。生で食べてもちろん美味しかったし、火を通しても全然ちっちゃくならなかったんですよ。めちゃくちゃいい柿でしたね。また来年も雪解け柿買って食べたいと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。